の大谷が NPB でやったら絶対4割5分55本、50盗塁24勝0敗1セーブくらいやるよな。もしかしたら5割55本70盗塁くらいいくかもしれん。ハムだと打点伸びそうにないから SB でやってほしい。そんな打率いくわけねえだろハゲ。メジャーで3割5分とか、言ってもおかしないわ。シーズンで3割5分と4割5分はとんでもない差だぞ。そもそもメジャーと NPB がとんでもない差やん。そこまで変わるほど投手力に差はない。あるぞ、あるぞ。そんなに勝負してもらえんやろ。一人でソフバン倒してそう。55本打ってからは盗塁爆上げチャンスやな。オウモバレンティンより大谷に記録持っててほしいだろうから普通に勝負してもらえるだろ。ホームランやツーベースが増えたら盗塁の機会減るやん。阪神相手に片膝立てて片手でバックスクリーンに叩き込んでホームランやからな。阪神戦見る限り普通に80本はホームラン打つやろ。そういうわけでもないんだな。アウトロー変化球ばっかになると思う。案外打てないんとちゃう？打てないできないって言うけど不可能に近いことやってきた大谷見てるのによう文句ばかり言えるな。日本時代のバッティングフォームスコや。NPB のステータスを監視としたやつは夢のある数字になる前に壊されるだけ。今永に完璧に抑え込まれたくせに。あと大谷が MLB で盗塁できてるのは NPB ほどクイックの概念が浸透してないのがでかいよ。一塁到達タイムが左で4秒強だから NPB の上位層より少し遅いくらいだし、いや単に牽制回数制限なんていうバカルールがあるからだろ。回数制限導入前の21年も26盗塁しとるで NPB 時代も含めた現時点のキャリアハイだから牽制制限抜きでも MLB は盗塁の難易度が低い。まともに勝負されたらそれくらいやろな。地球祭りでむしろ数字落ちそう。今年のボールはマジでヤバいからな。それゆえに村上やガシマンはメジャー行ってもある程度ホームラン打てそうな気がする。村上は当てる能力が低いのが割と致命的な気がする。飛ばす能力は高いけど大谷一人入れたら中日でも優勝できるって考えたらなんか冷めるわ。チュニドラの23年のチーム WAR が 31.9 で阪神のチーム WAR が 47.8? 大谷単独で WAR16 くらい稼がないと無理やな。WAR 上ではそうかもしれんけど、大谷が週に1回ほぼ毎回完投して勝てるから投手は他の試合に全力でいけるし、打つ方も出塁率5割、40本100打点からやからな。トラウトと大谷いてもエンゼルスが実質最下位だったようにたかが一人二人の力では大した影響力はないもんや。けどハムは大谷抜けて一気に30近く負け増えたよね。エンゼルスも大谷抜けてあからさまに負け込んでるし、今の大谷なら NPB のレベルならひっくり返せるんじゃないかな。WBC で大谷いなかったら優勝はしてない気もするしな。決勝ラウンドはいけたとは思うが、ヤクルト行って神宮で80本くらい打ってほしいわ。メジャーの誰々が NPB 来たらって妄想よくあるけど絶対モチベでねえわ。バウアーが刑務期間を終えたとか言うてたくらいやしな。